お前、もう大丈夫だから、安心して寝ていていいの。お前、私は何を、なぜ、私はこんなところに。うわっ、なる、体が砕け。まだ動いちゃダメです。ひどい怪我をしてるんです。だからまだ動いちゃダメです。あの気分の方はどうですか？ここお前、あ、私エルルって言います。エル、それでここは私のお家で、覚えてますか？あなたは森で倒れてたんです。見つけた時はひどい怪我してて。倒れ、でも気がついてよかった。もう3日間も目を覚まさなくて本当に危なかったんですよ。今はもう大丈夫です。峠を越したっておばあちゃん言ってたから。私が、それじゃあ包帯と薬を取り替えますね。傷口を払いますから、ちょっと染みますね。あとは薬を、これとこれを。と、これでよしっと。はい、終わりました。何があったのか知りませんけど、もう大丈夫ですから。はい、ありがとう。あ、いいえ、どういたしまして。おやすみなさい。おやすみなさい。
そうか、確か怪我をして倒れていたと。それから、ああダメだ、意識がはっきりしない、頭が朦朧としているのが自分でもわかる。体が、なんだこの痛みは。だがなんとか動け。それにしても、このそよ風と日の光、なんと心地よい。風と日差しがこんなに心地よいとは。この子は確か、そう、エルル。意識が戻ったばかりで傷口だって塞がってないのに。さ、すぐ戻りましょう。もう平気だ。ダメですよ、本当に大怪我なんですから。迷惑になる。そう思っているのでしたら、せめてあと数日だけでも安静にしててください。そうやって動かれる方が心配です。心配？さあ中に戻りましょう。すまない。いえ、その私の方こそ大声出したりして、つい、戻りますから肩につかまってください。それじゃあ薬を取り替えますね。ありがとう。いえ、そんな当たり前のことをしただけですから。それに手当てしたのはおばあちゃんで、私はおばあちゃんのお手伝いしただけで。だから、いや、本当に感謝している。ありがとう。そんな、そうだ、ところで、そういえばまだお名前を聞いてませんでした。お名前はなんて言うんですか？名前？はい。私は。はい。私は誰だ？え？わからない。私は。それって、なぜここに？怪我？どうして？私は一体。おや、気がついたようだね。傷の具合はもういいのかい？おばあちゃん大変。記憶がね。もしかして痛み止めのチェチェソウが？あれは多少意識が朦朧とするが、
物忘れをするなんてことは考えられないね。おばあちゃん、どうにかならないの？おばあちゃんのお薬なら。残念だけど、失った記憶を取り戻す薬なんてないんだよ。自然に思い出すまで待つしかないのさ。私は一体。まあ悲観的にならんでも、そのうちひょっこり思い出すであろうて。何にせよ何も覚えてないのなら、することも行くとこもないじゃろ。今はゆっくり休んで体を治すことに専念するがいいさね。さ、もう少し休むとえ。話はそれからでもええじゃろ。どうせ夜にはせせそうが切れて嫌でも目覚めるでん、ね、もうおばあちゃんたら。それじゃゆっくり休んでてください。夜にまた来ますから、その時に何か消化の良いものを用意しますね。おやすみなさい。いやでも目が覚めるとはこういう意味か。ああ、ここは、ああそうだった。あの子たちに助けられて、それでだいぶ頭の中がはっきりしてきたようだ。あっ、体はそう簡単に治ってくれないらしい。下手に動いたりしなければ痛みはないようだが、これでは、誰かが体を拭いてくれている。あの子、そう、エルルーと言ったか。
血色もずっと良くなって。あ、それで名前とか何か思い出しました？名前、名前、あ、そうだ、これこの香り、モロロガユを作ってきたんです。何も食べてないからお腹が空いてるんじゃないかと思って。そう言われれば。はい、どうぞ。ですから、どうぞ。あーしてください。どうぞって自分で食べられるが。ダメですよ、絶対安静なんですから。ですから、どうぞ。そんな大げさな。あいや、だから。あなんと言っていいか、芋のような感じだが、少し違う。不思議な味だが、結構美味しい。美味しいですか？うん。ああ、なかなかうまいよ。よかった。それじゃあ。どうぞ。させてくれるのはありがたいが、ああやめてほしい。ん？耳と尻尾、そうだ、あの耳と尻尾、まさか本当に。どうしました？あ、いや、いかん、またいきなり掴むところだった。やはりいきなり掴むのはまずかったな。ここはエルル、少しいいかい？はい、何ですか？この手触りと質感は、ほにゃ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 、動く、激しく動いている。そしてこのコリコリしたのは尾骨か。はにゃにゃ、間違いない。この毛並みといい、ツヤといい、質感といい、動きといい、本物。だから少しいいかと断ったんだが。そんなこと断ったってダメですよ。すまない。もういいです、怒ってるわけじゃないですから。しかしその尻尾はやはり本物なのか？はい、本物って、尻尾に偽物なんかあるんですか？いや、そういうことでは。まるで尻尾があるのが当たり前のような言い方だな。いや、待て、もしかしたら自分の認識が間違っているだけで、それが当たり前なのか。あとお顔も拭きますから仮面も取ってください。仮面？ですから、その仮面を。自分は仮面など
これは。これ。手当てするときに外そうとしたんですけど、ぴったりくっついてどうしても取れなくて。なんだこれは。顔に。なぜ自分がこんなものを。剥がれない。この。うわっ。頭が割れ。どうしたんですか？いや、大丈夫だ。なんだ今の頭痛は。これを無理に剥がそうとしたからか。もう一度、今度はもう少し優しく。もっと強く。外そうとすると頭の中をかき回されるような痛みが。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。もしかしてそれ外せないんですか？そのようだ。無理に外そうとしない方がいいらしい。じゃあずっとこのままなんですか？考えたくなかったことをさらりと。本当に大丈夫ですか？ああ。いつまでも寝てはいられないし、少しは歩かないとな。ほう、もうええのか。担ぎ込まれた時は助からんと思ったが、結構しぶといの。おばあちゃんたら。んで、何か思い出したかい？そうかい。では、名前を決めねばならんの。名前？名前がないといろいろと不便じゃからの。そうさの、白おろ。え？記憶が戻るまでの間、お前さんは白おろと名乗るといい。白おろですか。それと、ほれ、これを着るといい。これは？そんな裸同然の格好で外で歩くわけにはいかんじゃろ。エルル、着るの手伝っておあげ。これは彼女が着ているのと同じような服だ。この着物って息子の古着じゃが、背格好が似とったから丈は合うと思うがの。袖を通してテパイをこうしてこうか。おう、なかなか着心地いい。うん、ちょうどええようじゃの。エルル、どうした？え？もしかして似合わないのか？あ、いえ、似合ってます。とっても。ん？では、二人してそのあたりを回ってくるがいい。ありがとうございます、おば。トゥスクルじゃ。は？トゥスクルさんとお呼び。あ、トゥスクルさんですか。うん。では、行っといて、晩までには戻ってくるんじゃよ。それでは、肩につかまってください。それじゃあ、どこへ行ってみますか？お父さん…ん？あ…この子は…アルル、どうしたの？アルル…
コオロさんはアルルーと顔を合わせるのは初めてでしたよね。妹のアルルーです。違う、父さんじゃない。まいったな。やはりあんなことをしたから嫌われたか。え、何か言いました？いや、何でもないんだ。あの子、ハクオロさんがお父さんの服を着てたからきっと驚いたんです。この服を？そういえばエルルの親父さんも見かけないな。お父さんは亡くなりました。お母さんもアルルを産んですぐに。ああ、そうだったのか。すまない。いいんです、もうずっと前、私たちが幼い頃のことですし。ただいきなりだったからちょっと驚いちゃって。驚いた？お父さんの服を着た時に気づいたんですけど、ハクオロさんの後ろ姿ってお父さんにそっくりなんです。多分それでおばあちゃんもハクオロってお父さんの名前なんです。そうだったのか。すみません、なんだかしんみりしちゃいましたね。それじゃあ今度はどこへ行ってみますか？ん？あ、お父さん。それじゃあどこへ行ってみますか？よいしょっと。肩を貸してくれるのは助かるが、重いだろう。いいえ、全然平気ですから。にこやかにそう言ってくれるが、息が少し上がっているみたいだな。こっちは足に力が入らないから、ほとんど体を預けてしまっている。これでは疲れるのも無理ないか。少しそこの木陰で休もうか。いいえ、本当にまだ大丈夫ですから。あまりそうは見えないかな。そうだ、いや、すまない、自分の方が少し疲れてしまったんだ。え、あ、すみません、私てっきり。それじゃ木陰で少し休みましょうか。ゆっくり下ろしますから。ありがとう。いえいえ、そんなところに立ってないで、エルルも座ったらどうだい？あ、はい。それじゃあ、ふうふう。あ、今のは疲れたとかそんなのじゃないですよ。おう、エルル。アンちゃん、いや、違う。ん？誰だ？っていうか、なんだこの妙な仮面男は。仮面男って、もしかして自分のことか？あ、テオロさん。エルル、その男は誰だ？誰って、ほら、この間の時の。この間？ああ、村尾さんとこに担ぎ込まれた。そうか、あんただったのかい。んで、見るほど怪しい目だが、大丈夫なのか？もう、初対面の人にそんな言い方失礼だと思います。大丈夫ですよ、こう見えても意外と、とにかく大丈夫です。こう見えても意外と。で、その後は？いや、悪かったな。知ってるもんに似てたもんで、つい勘ぐったりしてな。俺はテオロってんだ。お前さんは？自分は、ハクオロです。ハクオロだ？あ、おばあちゃんがつけたの。
この人、怪我のせいで記憶がなくなってて、だから…なんだ…いや、災難だってのに笑っちゃ悪かった。しかし、記憶がなくなっちまうとは、そんなことってあるんだな。おばあちゃんの話だと、そのうち思い出すようなこと言ってたけど…だが…そうかい、白愚かい…ってことは、俺と同じオロの名がつくってことかい。じゃ、俺たちは今日でってことになるな。よろしく頼むぜ、あんちゃん。はあ。俺のことは、みんなと同じように、親父とでも呼んでくれや。親父のように強くたくましく、頼りになるってな。何言ってんだい。親父のような老け顔だからじゃないか。母ちゃん。親父、嘘。そうだね、ガキの頃から親父のような顔しよって。あおめえら、それを言ったら身も蓋もねえだろう。うちのヤドロクが騒がしくてすまないね、エルル。私にもその男前かどうかわかんないね。神妙な仮面をかぶってて。ちん。ま、とにかくそのちんとこ前に私たちのことを紹介しておくれよ。嫌な男前だな。この女の人はソポク姉さん、テオロさんの奥さんです。エルル、もっと別の紹介の仕方はないのかい？そう言われても。姉さんということは？あ、姉さんといっても血がつながってるとかじゃないですよ。年上の人には大抵兄さんとか姉さんとか言うから。みんなで家族のようなもんだからね。でも私にとってはエルルーも妹のアルルーも実の妹以上に可愛い子たちさ。なあよ、俺は一度も兄さんと呼ばれたことねえんだけどな。なに、ずうずしいこと言ってんだい。お前さんのどこを取ったら兄さんになるのさ。ん？それでこの人たちは左からヤープさん、ウーハムタムさん、ターナ君さん。おお、話は聞いてたね。よろしくだに。よろしく。あ、こちらこそよろしくお願いします。これでアンちゃんは今日から俺たちの仲間ってわけだ。よろしく頼むぜ。はあ、何か勝手に仲間にされているような。いつの間にかアンちゃんとか呼ばれているし。まあいいか。ところで家の方はもう治ったの？まあ、あと少しってとこだな。まったく、突然揺れたと思ったら容赦なく人んちを倒してきやがって。だから建てるときにもう少し真面目にやれと言ったじゃないか。それをあんたと来たら面白がって変な風に組み上げたりして。うちだけだよ、あんな見事にぶっ倒れたのは。悪かった、悪かったって。何にせよ、怪我人がなかったのは不幸中の幸いだに。でもあんな大きな地震は初めてだね。だな。わしが若い頃には何度かあったに。最近では珍しいだに。エルルーたちは何ともなかったのかい？その時ちょうどアルルーと一緒に苔や石ころを取りに行ってたんでしょ？うん、その時はびっくりしたけど、出口のそばだったしすぐに外へ逃げたから。それよりソポク姉さん、苔や石ころじゃなくてお薬の材料だってば。その言い方だとまるで苔や石を拾うのが好きみたいに聞こえちゃうよ。何言ってんの。いろいろと草や石を取ってくるのも好きなんだろ。ああしてる時のエルル、目の輝きが違うじゃないさ。うん。でもどうしたんだい？今までそんなことは気にもしなかったのに。なんなの姉さん、そのははーって。奥手だと心配してたけど、無用な心配だったかね。姉さん、何の話をしてるんだ。何か
でもこの手のは苦労するよ。鈍そうなのはうちのヤドロクとどっこいどっこいだね。は？姉さんってば。はいはい。さて、そろそろ始めねえと日が暮れちまうか。それじゃな、あんちゃん。今度あんちゃんのために歓迎会をやるからよ。楽しみにしててくれ。親父はただ飲む理由が欲しいだけだに。だな。いいじゃねえか、そのくらいよ。まったく、このヤドロクは。みんな陽気で気さくな、いい人たちだな。はい、みんないい人ばかりです。それじゃあ、どこへ行ってみますか？ここはもしかして畑が…いや、畑か何かを作ろうとしたのか。どうしてわかったんですか？ほとんど風化しているが、あちこちに掘り返したり、手を入れた跡が残っているからな。しかし、この状態からしてダメだったのか。はい、前に何度か畑を作ろうとしたことがあったんですけど、どうしてもうまくいかなくて、いくら水をまいても全然ダメで、育ったとしても痩せ細ったのしかできなくて。この土、なるほどな。こんな土ではいくら水をまいてもすぐに吸い込んでしまう。しかもこうも痩せていては、作物は満足に育たないだろう。だから結局諦めるしかなくて、そのままなんです。そうか、何度も手を加えた後、きっと最後まで諦めきれなかったんだな。だがこれなら何とかなるかもしれない。それではそろそろ行きましょうか。ああ、恩返しというわけではないが、やってみるか。Thank you.